驚異の胃袋人間ポンプショーでございます。私がやります演芸は皆さんね、決して真似をしちゃいけませんよ。ではぼちぼち発車いたします。それでは金魚鉢飲む、生きております金魚を飲みましょう。ここに3匹の金魚がいます。1匹2匹3匹と全部私の胃の中に入れます。2匹までは金魚鉢に戻します。あとの1匹は胃の中に残しておきます。上から釣り針と釣り糸を飲んで胃の中の金魚を釣るのでございますから、これが人間ポンプで一番難しい演芸です。3匹います。名前がついてます。花子に二郎に太郎。まず1匹です。通るとき喉が猪きます。ここで猪からよく見てくださいよ。はい、うわー、太郎、太郎、戻ってこいよ太郎。ジロージロー。3匹目、あ、噛んじゃいました。はい、すごいなこれ。すごいよね。1匹動きがいい。あ、2匹目。ちょっと酸で溶けてるわな。はい、あとの1匹釣り針、釣り糸を飲んで釣ってみます。はい、ただ今から釣り針と釣り糸を飲んでまいります。で、口引っかかんないの？うわ、やめて。すごい。うわ、ちょっとこれ間違って内臓出てきたとかね。浮きの引くところにご注目ください。釣りちゃってです。浮きが引くの？引きます。ピクピクするんだ。はい、浮きがピクピクするの？はい、します。釣れると？はい。嘘？そうです。本当？で、お母さんは何者？すごいな、でも。勝った？勝った？